今日も山に入ってみました。狙いはナメコです。それでは見ていってみましょう。今日はとりあえずなんか以前から気になってた山に入ってみました。高いところ結構ナメコになってるようです。結構ここ穴場な山ですね。ちょっと前に進んでみましょうか。結構奈良倒木結構あって、結構ナメコだらけの山のようです。よいしょ。結構もう向き丈も結構ずらっとなってるんですけど、よいしょ、向き丈ですね。結構なんかやっぱり山って出るところの層があって、その層にやっぱり至るところに出ています。はい、これナメコも出ますね。やっぱりナメコの幼虫もついてます。結構こんな風に、いや見事なくらいの向き丈ですけど、いやいやいや、よいしょ。で、上の方にもぴっちりこんな風になってます。とりあえずまた違うところに行ってみます。これどっちが月夜だけか分かりますでしょうか。これ月夜だけです。これが月夜だけ、これが向き丈。これとよく間違えて食中毒起きるようですけど、月夜岳の場合ここを割ると、こういう風に見えますかね。中が軸のところ黒くなってます。これもですけど、こんな風に割るとこの軸のところが黒くなってます。向き丈割ってみると向き丈は黒くなってません。なので心配な方はここ一旦割って、黒いのがあるのは月夜だけというふうに判断してみてください。実は今日小一行を山に連れてきました。なのでハケゴ2つあるので大量に収穫できます。今季初のヒラタケ見つけました。じゃん。ちょっとちっちゃいですけど取っていきます。ちょうどいいナメコ見つけました。ちょうどいいっていうか、これ大根おろしにちょうどいいぐらいなんですけど、下には結構大きい感じのナメコもあります。私の手がこうなので、まあちょうどいいって言えばちょうどいい感じですかね。ずらーっとなってます。こっちにもずらーっとなってます。やっぱりまだナメコはちょっと小さいようなんですけど、こういったナメコ好きな人と、あと大きくバッと開いてるナメコが好きな人いるので、まあどっちが好きかによって取る取らないってあると思うんですけど、一応取っていきます。今日のナメコはちょっと小さめのナメコ取ってきました。こんなちっちゃめのナメコ。それでは今日の結果です。これは平竹ですね。これ、ナビミレに平竹が出てきました。1つ、あとは向き竹が1、2、3、4、5、6、7、8、9、9つ。これがナメコです。以上です。動画ご視聴ありがとうございました。